奥平定義。奥平定義は、戦国時代の武将。奥三河の国衆で、奥平定勝。定勝、道文入道の着乱。母は、水野忠政の妹。子に、奥平信政、千地代、奥平正勝。娘に、本田茂淳、本田広隆の次男室がいる。陽名は千地代、剣持進む、通称は、三作守る。意味名は、 近世の家父、変産物では、貞義とするが、文書上からは、貞義であることが確認される。奥平氏は、奥三河の作詞亀山城を本拠とする、国衆。戦国期の永少年間には、貞義の祖父にあたる貞政の頃から資料に見られ、貞義の父、貞勝の頃には、駿河今川氏との関係を強めている。定吉の資料上の所見は、 天文16年、1547年8月25日付、今川義元半物移しで、陽明戦地を称していた貞吉はおじ、藤川久兵城と共に、伊王三歳を攻略した恩賞として、三中に治行を与えられている。久兵城は、直後に、今川氏に対して、無本を企て、翌天文17年正月26日付、今川義元半物移しによれば、 貞義は貞勝により今川氏への中説の証として、吉田井人質として提出れたという。工事2年、1556年10月頃までには、元服氏、九八郎を名乗る。この頃、菅沼市など、三河国衆の間では、親今川派と反今川派の間で内部紛争が起こっており、東三相撃と呼ばれている。 奥平氏でも定かつが今川氏に侵入しているのに対し、同年春頃に定吉は、奥平旧米城、被告老、与十郎らと今川氏に対して逆信を企て、定かつ派の親類衆により高の山へ追われ、その後に赦免されたという。永禄3年1560年5月、桶狭間の戦いにおいて、今川義元が織田信長に廃止した後、今川氏と松平氏 徳川家康との間で抗争が激化するが、貞義は、貞勝と共に今川派として行動している。なお、この頃に貞勝は隠居し、貞義への代替わりが行われたと考えられている。A67 年、1564年2月、奥平氏は、今川氏から離反し、徳川家康に属した。貞義は家康から、家康に敵対する牧野氏。 おぎゅう松平氏の所領である、牛久保領、大沼領、おぎゅう領など3500巻分と東東海三分の一の地行を当てがわれ、三作守の受領名を配慮している。以後、家康の東東海信仰に従うほか、元気元年1570年6月28日の姉川の戦いにも参戦する。A61 年1568年12月、 海の武田信玄が、駿河信仰を開始する。同年11月19日付、武田信玄所長打ちによれば、この頃に定吉と武田氏は、接触を行っている。元気元年、1570年12月、武田氏の重臣の秋山虎重が2500余岐を、率いて、東美濃の遠山市の領地の一部を通って、奥三川へ進攻しようとした際に、徳川氏は、 奥平貞吉らの三加三方州と三河州2500人を派遣し、同盟する東山氏と伴いに武田と退治させ、戦闘が行われた。数の上で有利だった、東山、徳川連合軍だったが、東山氏が惨敗した様子を見て、奥平貞吉ら、三加三方州と三河州はほとんど戦わずして、退却した。元気2年、1571年3月頃には、 奥平氏は、武田氏に従属し、同年4月に行われた武田氏の三河信仰では、他例、長篠の菅沼氏、三加三方衆と共に案内役を務めている。武田氏は、小田氏とは、友好的関係を築いていたが、徳川氏とは、とうとう海両遊をめぐり緊張関係にあり、元気4年、1573年正月に、武田氏による、 徳川両国への侵攻が開始されると、三下三方衆は、武田家臣、山形正影に従い従軍している。なお、同年四月には信玄が死去し、武田氏の徳川両国の侵攻は中止されている。元気四年、1573年春、野田城を下しながら撤退する武田軍を不審に思っていたが、やがて、秘匿されていた信玄の死を確信する。 同年7月から、包囲されていた三河流しの城の救援に向かう、武田軍の中に、定吉もいたが、この来園を待てなかった流しの城主、菅沼商廷は、翌月には降伏し、城を開け渡した。無事だった商廷は、徳川と通じているとの疑念を持たれ、救援の武田軍に身柄を拘束された。ところが、内通疑惑は定吉へも波及。定吉への疑惑は、 真実で、家康とは密かに連絡を取り合っていたそうだが、この時点では、武田信豊たち援軍諸将には露見せずに済んだ。しかし、初期の三人以外に、さらなる人質の教室を強いられるなど次第に立場を悪くした。一方、その頃家康は、奥三河における、武田の勢力を牽制するため有力な武士団、奥平を味方に引き入れることを考え、 奥平に使者を送った。貞義の答えは、ご好意に感謝しますという程度のものだった。そこで家康は信長に相談した。信長は、家康の長女、亀姫を貞義の長男、貞正に与えるべしとの意見を伝えてきた。家康は、信長の意見を入れ、貞義にを提示した。元気四年六月二十二日、貞義は家康にお伝え、しばらくして、 再び徳川の家臣となった。8月21日、一族老党の大半を率いて、亀山城を退去し、徳川方に走った。それに伴い、離反から5日後の8月26日には、次男、戦地をはじめとした人質3人が処刑された、一説には、串刺し刑で、あっとも言われるが、定かではない。天正元年、1573年に、 長男、佐田正、後の信正に家督を譲って隠居し、自身は、家康のもとにあって、奥三河の知性や、人物関係を教える助言役に徹していたと、言われている。天正三年、1575年5月の長篠の、戦いで、堺中治に属して飛び出す山木集隊として参戦し、窮地に陥っていた、長篠上級園に貢献した。戦後は、 信長と家康の両将から見込まれた信政を引き立たせるべく、兵部隊から完全に退いている。天正18年、1590年3月、小田原遠征の途中で、三河抜方軍長沢に投留した、豊臣秀吉から招かれ、長篠の戦話などを所望された。その褒美として、五服を配慮し、戸住まいを進められている。上落後は、 三作守るに助任され、秀吉の昇番衆として二千国を与えられた。秀吉皇居の際には、片見分けとして、茶器や黄金を配慮した。慶長三年、1598年12月11日、伏見において病没。62歳。改名は、受賞院伝磨基安道系大古寺。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。